はい、どうも、てっぺいチャンネルです、僕のコレクションから一部ご紹介したいと思います。今日はエレファスゾウカブトでーん。かわいいでしょ、綺麗でしょ。メガストマという、種類でですね、ゾウカブトなので、これも力もある、体積もある、そして何よりこの種類の特徴がですね、このベロア調の毛があるんですよね。だから触るとぬいぐるみみたいな質感なんですよね。それでこれを例えば長生きしたものとか、喧嘩したものだとこの、毛がですね、どんどん剥がれていっちゃうんですよ。で最後ハゲになっちゃうんで、ちょっと標本の価値はそうするとちょっと落ちてしまう。綺麗に残ってるのが、価値があるかね。ゾウカブト属は、幼虫期間がやっぱり長いんですね。まあこれは1年半から、長いとそうですね3年ぐらいですか。2年半3年、はい。なのでこれだけの標本を作るとちょっとまだ一部埋まってませんけども、かなりの時間がかかってしまうと。ここに後々入れるって、そうそうそう、後々入れて、まだねこれちょっと手に入れてないんですよ、買ってないんですよ。こんだけいるからいいじゃないですか。ダメ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 。俺のもうこだわりは、一つの種類は一箱にしか入れませんよと。どの昆虫マニアに言っても「ええー!」って言われますね。じゃあ大変でしょう。それはもう答え一言、大変です。めちゃくちゃ大変です。昔からそういう収集癖っていうか、収集癖ありましたね。何でもかんでも昔集めてましたね。例えばだけど、ギザ獣を集めたりね。で僕が集めてるって聞くと、他のクラスの子とかが「あったぜ!」とか言って持ってきてくれるんですよ。ほいでそれがどんどん中学高校でまあ大人になっても、それを情報を聞きつけるとみんなが「取っといてくれるんですよ。てっぺいちゃんあったよ、取っといて」って開けたら「うおっ40枚も入ってるよ」とかあるんですよ。で今や何枚だ、1万3000枚ありますよ。向きになって集めてないのに自然に1万3000枚、13万円分、10円玉がお手元にギザジュあれば、ぜひ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 、もうこちらまでこちらまでみたいな、こんな感じです。めちゃめちゃ嬉しいです。っていうかカブトムシの話でどこに行ってんねんっていうのだよね。大丈夫です、大丈夫です。持ってみてください。顔の前に手をやらなければ絶対噛まれることはないんで。すごいんですよ、もうこれですか。そうですよ、めちゃめちゃすごいでしょ。耳飾りハゲワシというハゲワシ。